ジャケじゃん。こういう構図ありそうだよね。本当にこれで始める？朝やね。朝一。不思議だよね。なんか8時半より9時半の朝か。2年前ぐらいに、僕が持ってきた動画なんですけど、食品サンプルみたいなものをこうやって回してる動画があったんですよ。そこでね、最近見返したらもうびっくりして、クソすぎて。さすがにそりゃそうだ。びっくりしちゃって。当時からびっくりしたから、うん、今回ちょっとそれリベンジさせてもらおうかな。おお、リベンジしたいんだ。同じ空気感のやつ持ってきました。やばいじゃんか。こんな体勢で始めてごめんって若干思ったけど、別に良かったわ。そうだな。できるだけ悪い態度で臨みたいね。いやいや、ちょっと待って、ちょっとカメラここにやってってもらっていいですか。おい、ちょっと本当の話題。そんなことある？カメラと演者の間でそんな人が存在することあるの？この人関わってはいるからね。監修でしょ。ちょっと芝居が暴走しないようにちょっと見てくれた人でしょ。あ、でもさっき見たけど無理だった、暴走してた。無理か。気になるわ、ずっとあそこにいるんだって思いながら動画見たから。今回やるのはですね、因数分解とフラッシュ暗算。やばー。ええ、それはまずいな。まずくない？フラッシュ暗算ってパッパッパでしょ。芝居言うとパッパッパをさ、掛け算したらさ、終わりなんだよ。終わりだね。もう臭いこと臭いこと。ありえないぐらいキュッてなろ。人間がありえないぐらいでしょ。これはありえない。俺は10年やっても初めてだ。ありえないな。4年なあ。普段の感じでいこうっていうことだね。俺の言い方悪かった。今入り続けて。まあ因数分解フラッシュクイズと言ったんですけど、安心して数学ではないです。ああ、よかった、よかった。クイズ番組とかであるじゃないですか、いろんな要素がパッパッパってあって、これは結局何なのっていうクイズですね。つまりその要素をクソにしたと。クソになっちゃったということですね。真剣にやろうとしたんですけど。はいはいはい。大丈夫？映ってる？あー、重たい！あー、重たすぎる。危ない。何もあるんじゃい。思われます。まあだからそれをみんなで答えてもらおうかな。はい、うん、正解するまでやる。正解するまでやるか、後で決めていい。商品見る前に買いますか買いませんかって言われてるぐらい。クソですけどねって言われてね。前年としてはクソですけど。恥ずかしいな。恥ずかしいもの持ってくんな。悲しい。答えはまあ万物です。からとかものとかで、はいはいはい、あります。何が行われるかつまり分かってない。なんかがパッパッパって出てきて、ね、その答えは万物。かっこクソ。初めて見なきゃ分からない。じゃあいいですか、第1問。お前マンガやろ。このリマインダーやば。めっちゃ出てくるんだけど、このリマインダー。忘れてはならないこと。じゃあいきます。はい、第1問。でっさあ何より、ちょっと待って、ダメだ。待って今クイズ出された。いや、衝撃の事実。今のはクイズだって。今のクイズなんですよ。クイズが起きたんだ。あれが何だって。何か、あれが何かって。答えを因数分解した結果、あの要素になりました。この分解は正しい。答えは合ってるけど、数字の書き方がクソと汚くて読めない。ポンってさ、すごいインパクトでさ、わって見えたものがあったんですけど、一回テロップのさ、丸みたいなやつだよね、はい、あのドラえもんの手に見えて、おって思った時に、時計をええって言ってたじゃん。タケコプターなんじゃないのっていう。答えが、そう、そういうドラえもんを表してんじゃないのって今一瞬思ったんだけど、フラッシュすぎて記憶が曖昧なのよ。もう一回見れるね。もう一回見ていい。冷蔵庫は機械。よく見たら等身ドラえもんみたいな感じじゃない。確かにね。まあ止めることはできないけど、もう一回見るぐらいはいいかな。フラッシュ状態何。フラッシュ暗算で何回見れるってなんだよ。言われると青が。猫猫猫猫猫猫。すごい。来たんじゃない？正解は普通にドラえもんなんじゃない？ってことかな？何の知識わかんなかったけど。耳がなくなっちゃったんだ。あ、耳、そうだ。泣いて耳。あれなくなったの？耳ある状態からなくなっちゃったから。いや、溶けるならおもろいじゃん。今のでいいんだったらなんかもしかしたらね。あれ？楽しいクソ。いいじゃん。ね。正解はドラえもん大正解。マジか。すごい。手がドラえもんすぎる。あれがドラえもんの手に見えんだ。すごい。すごい。あれでいけんだ。すごいすごい。あそこなんだ。はさ、何ですか。まあタイムマシン的なことですね。あ、そっちか。タケコプターにもなった。タケコプターじゃん。冷蔵庫は、
冷蔵庫は刀身がドラえもんなのと機械っていうのがあって、で、泣きついて、泣きつかれてる。なんだよ、分かるわけねえよー期待してたのに、うん、甘かった、ま、2年間でこっちの回答力も上がってんだ。こいつらクソに慣れてやがる。負けてたまるか。違う違う違う、今の感じで言ってんだよ。いやその、じゃあ第2問、はい、こちら。オラ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 、はぁ、お、やっぱクソだ。パッと思ったらオラオラって言ったらジョジョってことで、ジョジョあんま詳しくないからわかんない。あれ最初伊達政宗じゃないの、片目、片目イコール伊達政宗。でもこれがこれがってこと。ああ、月みたいなやつ。そう、オラオラとリーゼント。リーゼント、あ、リーゼント。リーゼント、形がなんかどっかの剣みたいな。あれ、あれはヘタリーゼントじゃなくて。ああ、仕事？え、だってますもん、仙台だっけ？ギフってあの形なのかな。オラオラがジジイ。あれなんない？最後の方にジジイいたよね。いた、ジジイいた。ジジイがこっち見てたよな。集合の上のジジイが。集合して見てたよな、ジジイが。なんだ、あのジジイを。あ、来たわ。あー、あいつだ。あ、牛タン。牛タン、宮城。宮城だ。宮城やん。うえー。牛タン。ジジイはなんだ。ジジイだけちょっと考える。ジジイはあれじゃない、仙台だから仙人。違う、あ、仙人が台の上に乗ってた。あー、台の上に乗ってた。多分違うと思うんだよ。え、何、詩人みたいなやついるって。あ、奥の細道、松尾芭蕉。松尾、そう、松尾芭蕉がここに立ってたのかな。うん、仙人が台の上だとしたら結構俺クリティカルだけど。クリティカルだよね。クソかどうかがそこでやばい。そうだね、そうだ、普通だったら松尾芭蕉で、そうだったら台の上で仙人。オラオラだよ。オラオラ、なんかさ、こうやってたよ。イロハスのベッドトみたいな。あ、やってた。キャップやってた。まあ、イロハスの蓋でやってたんか。絶対変なやつ。変なアラ蓋じゃない。あら蓋じゃない。あそこクソ要素だ。緑色の何か。緑関係ない。あれはなんか丸っぽければいいんだ、多分。何、そんぐらい広い。枝豆潰してんじゃない。ずんだ。ずんだ。クソだな。クソだ、ずんだな。すげえ。ずんだな。ずんだか。宮城県でいいよね、さすがに。俺は宮城県だろ。正解は宮城県。正解でいいでしょう。ちょっと違う、仙台で。仙台です。あ、仙台は繋がってたんで。はいはいはい、見ていいですか。ああ、伊達政宗。伊達政宗これでいけるよ。これは超伊達だよ。固めの時点でね、少ないし。うわー、牛タン。おら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 。はい、ずっ、はぁ、これ、あ、これ、あ、これジョジョの4部の舞台が仙台。あ、やっぱそういう系か。これは甘かったですね。仙人が台の上に乗ってる。そっか、やっぱり。そっか、いや、もうなんか嬉しくなってきたな。リーゼントは仙台市、あれ宮城県ですね、リーゼントみたいなと思ったわけです。宮城県の形になるの似合うのやば。これ芝居さん、甘かったですね。いや、ちょっと舐めてたわ。もっとクソにすればよかった。第3問。はい、ひっ、まず何が出てきた。あのさ、椅子にさ、うん、あれリンゴじゃね、赤に緑で。リンゴ、これなんだっけ。ペンとハゲの眼鏡、数式の前でなんかやってたね。リンゴ、普通にアップル。アップルか。で、指紋認証。マック製品。スティーブ・ジョブズか、もしかして最後の。そんなことある。だってジョブズ、眼鏡かけてるでしょ。あれジョブズ。ジョブズだったらやばいじゃん、最後の。ペンの三段のやつ。あれなんだろうね、ペンの三段なんだろうね、あれ。二個の上に一個置いてた。すごい。これじゃないだろうな。いや、めっちゃそれだって断面で横から見たよね。え、じゃあもうアップルって会社ってこと。そうだね。あと、え、何個あったっけ。ペンで、レンズ。もう一回見てもいいですか。もう一回いいっす。レンズ、指紋でしょ。うん、あ、電話。あ、電話だ。うわー、アップル。はい。いや、でも最後ジョースじゃないからな。違うか。あれ、お笑い芸人だ。壊れてる。で、待って。タートルネックだった今。多分。多分タートルネックだった。
終わったスティーブ・ジョブズさん。はぁ、タートルネックはスティーブ・ジョブズ。これすっきりできちゃうんだ、ね、面白いね。ちゃんと全然もういいよ。気持ちいいわ、うん、気持ちいいわ。これって俺らのさ、芝生のミスが出来上がってんのかな。ね、気になるね。溶けてんのかな。正解は iPhone 丸。うわぁ、すごい。じゃあ逆に答えが分かった状態でさ、うん、芝居のほっぺブーってやったらさ、ブーってなるの何か分かった？え、指紋認証じゃない？だから私この時代最新でもありえるとしたら何だ。あれ奥の顔がアプリで画面で触ったらってなるっていうやつです。かわいい。そうだな、それは。それはクソだな。そうだな。もうインタラズマ全問正解されたら。楽しいクイズ作ってるな。実際に聞いたのが間違いだったか。楽しくしてやったんだよ。拷問になっちゃったのか。じゃあ第4問。はい、はい、いけー。オラ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 。ヘイ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 。おー、おかしいなー。何かを分解しなきゃこうなるってすごいな。確かになぁ、おもろいなぁ。え、どっか引っかかったのある？足の数的になんかイカでスクラトゥーみたいな。おう、この二人も答えるのにそんなニッチな問題はあるっていう感じは。いや、あるぞ。あるか。スプラトゥーンぐらいメジャーのゲームタイトルだったら別に問題になってもおかしくないと思う。他何だったっけ、何かあったよな。あ、ヘイ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 。グングングンってなるものなんかある？無事。あ、走っててみんな立体機動で飛んだ。でもね、考えてたけどあんまりしっくりこない。光ってたね、1本足10本で、うん、左から5番目だけ光ってた。そうだよね。そしてえ、関係ないえ、数式の中に、あ、その数字はちょっといやってなるよね。その7は関係ないんだけど液体はありましたね。そうね、あれ完全にインクリングのオレンジやってるっしょ。ジョイですね、うん、いや、コードだけはマジしっくりこないな。しかも3、やっぱ3人でオラーってこう4になったらしっくりきたな。途中式分からんけどスプラでいってみますか。正解はスプラトゥーン。でーわー、違いますね。おお、違う。なるほど。じゃもう一回回答権で、はい、行きます。くー、これが普通だと思う。これがようやく今までがすごい。君たちがクソに飲まれてる。悔しい。ヒントもらおうか。ちょっと解けないかもな。追加していいよ、今実写で。じゃあ追加します。はい。へぇー、臭い。ほう臭い。難しいぜ。足10本ってさ、うん、毛だったりしない？毛？チンポみたいな。グングングンでチンポ持ったよ。そう、グングングンでしょ、うん、一番最初は。あ、精子でしょ。リチャーはまあ射精。射精。ああ、おしょもは射精。あれはしこってるのか。違うか。コードで。コードがね。コードかー。なんだ、他のとこは確かにしっくりくる。いけーって言わせそう、精神にしまえる。ね、この状態でチンポよりもしっくりくるも見つけれる気しないな。今一番マシなのチンポなんだよな。いや、問題のジャンル的にはチンポ来てもおかしくないんだよ。アニメ、戦隊、アイコン、アイコン。流れ的にはチンポだよね。まあまあまあ、流れ的にはチンポ。流れ的にはチンポ。まあ、行ってみるか。はい。うん。正解は、チンポです。大正解！おー！おー！チンポ！やったー！ごめん、チンポだわ。チンポだった。チンポ。うわー、チンポだったね。チンポだったか。普通にチンポだったわ。ちょっと途中式教えてほしい。納得する解説を。ちょっと先生教えてください。そうですね。精子のね、おたまじゃくしが。いけー！オラオラオラ！これは発射という概念ですね。はい。うわー！これは？これ、ちゃんげ。あ、これが、あ、こっちがけ。ちゃんげですね。これひどいね。これひどいわ。これひどい。これは僕も一番ひどいと思った。ヘイ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 ！おー、おかしいなー！これだよ。これで惑わされたよ、うん、これはイカで合ってるね。イカ臭いって、まあ、イカ臭いってことだね。チンポといえばイカ臭いをさらに分解してイカになっちゃった感じですね。だから臭いしたんですけど、ちょっと高度がひどかったかな。まあちょっとでも、まあ言われたら答えられたかもな、今までの勢いだったら。イカ臭いっていう考え方か、うん、これはもうスナックで
出た。え、最終問題じゃないの？ここで週刊問題。これでも一発だったら大喝采するわ。よし、で、おー、いいじゃん。おお、おー、いいじゃん。おお、うん、おー、開いた口、赤、卵。バッとこうやって離したらオムライス。おお、食べてる。絶対それだ。来た、やっぱ当たると気持ちいいな。氷オムライスだ。あの TikTok でバズってる系のオムライスだ。そうだ、オムライスです。誰、すごい、開いちゃった。いいじゃん。いや、面白い。チンポより100倍いいよね。全然いいよ。面白い。出すな。最初問題。はい、はい、なんだかんだ正解してきてるな。お願いします。で、やめろ。ふっ、いだてれれれ、ぷいぷい、てててて、あ、お前舐めてんの。うーわ、てーひっぴっ、ちょっと、おーい、終わった。きつー、脳みそぶっ壊れた。マジで細かく刻んだ因数分解ですね、これは。ポイントポイントで考えていこう。やばい、マジで覚えてねえわ。えぐっ、ツボ持ってたよね、ぐらいしかないわ。そうなんだよな、私覚えにくいのたくさんありすぎて何も覚えてないな。手がたくさんあるやつとかね。王様もいたね。いた、切れてる王様。なんかさ、マジでただうーって言ってなかった。いた、フィってやつ見た。あんだけ種類出せるってことは深いコンテンツであるんでしょ。うん、もう一回だけ見ていいですか。あ、もういっぱい見ていいよ、こんな。フラッシュ消えたやん。やばいな。そう、ふわーって動かして入れてたのがいいな。腕10本のやつなんだろうね、あれね。あれは結構ヒントだと思うな。なんか三角、なんか三角のなんかあったね、これ。あ、え、来ちゃった。ドラクエちょっとぽいなって思ってさ。はあ、ドラクエ、壺、勝手に入ってて壺ガシャンって。おー、なんでもない街の人がやめろって言ってるのと、これ、うん、スライムじゃねっていうのと、うん、あと石像覚えたじゃん、うん、動く石像っていう敵がいる。おー、ボスもなんかこういうのいた気がするんだよね。名前覚えたよ、ね、で、他も何かしら表せれるんじゃない。え、ドラクエじゃん。せーのーで飛んでやつ見てる。せーのじゃん。タイミングブルーラーのやつ。ルーラー。あー、そうかも。ルーラーっぽい。もう一回見ていいですか。うん、かかりのベッドだ。はい、かかっ。やっ、もうわからんやつはわからんのでは。ドラクエだな。うん、火もなんかどの火を表してたか知らんけど、ペイペイもさ、仲間増えてるやん。あー、うん、あと、ルーラーは完全に天井に当たる。あ、そうだね、失敗したね。うん、おー、いや、言っていいかもね。さすがにだよな、うん、正解はドラゴンクエスト。でーい、やられ。結構刻んだつもりだったんだけどな。いや、もうこんだけあるとね。そうね、数が多いのが逆にヒントになったかも。確認しとく。うん、普通に何が何だか気になるわ。ふっ、いた、ルーラーだね、これね。あー、でででで、これはレベルアップの音の前半。クソだな。クソだな。ぷいぷい、これはドラクエ11まで出てるっていうことです。あー、11なのか、ただの。あー、これスライム結構わかりやすいね。わかりやすい。わからない。それでいけるよ。いや、でも、いや、わからんだろこれ。わからんよ、すごい。これはゲームだよっていうことですね。ボタン？ボタンでゲームだよっていうだけ。ハードキー。てー。あ、難しい。難しい。今の何？テレテテテの最後ですね。あれ、これ全部足すと一個になる。テレレレとテテテテ。はいはいはい。これはね、ドラゴンクエストのドラゴンだね。やばいね。これやばいね。やばい。なるほど。お見事！やったー！楽しかったからね。いいゲームだったな、うん、結構当ててくれてね、嬉しかったな。強すぎだよ、君たち。絶対強すぎだと思う。さっき、牧野さんにやってもらったんだけど、何も絶対分かんないですよ。だからなんか笑ってたんだ。いけるんかい。こんな一回見てるから、なんかやけに笑ってるなって思ったから。
この草だったらね、大歓迎だね。大歓迎、星 3.8 ぐらいはありますね。あー、きっとまた1年後ぐらいに考えてもらいます。レビュー星5と星1がいっぱいあるそういうタイプだった。牧野さんからしたら星1だもんね。こんなクソでも解けるんだから、数学の因数分解なんてね、皆さん簡単ですよ。それを持ってくんだね。勉強頑張ろう。